青色の童話集からのルーンペルシティルツヒエンヘンリー・ジェイ・ホードによるアンドルー・ラング世界童話集は童話を収集した本の12冊の総書で構成されているアンドルー・ラングは彼の情報源の範囲における口実の伝承からは自ら物語を集めなかったが独創的に物語を集めて非常に影響力の大きな物語群の収集物にしたとりわけ彼が 外国語の情報源を用いたことから、これらの物語の多くが初めて英語で出版されることとなった。序文で自ら認めているように、ラングは聖戦の大部分を自ら行ったが、彼の妻と他の翻訳者が実際の物語について語る広範な部分を翻訳した。十二冊の書籍はヘンリー・ジェイ・フォードによって差し絵が入れられたが、ランスロット・スピードとジョージ・パーシー・ジェイ・コムフッドが、 青色の童話集と赤色の童話集に差し絵を寄稿している。青色の童話集第1版は5000部が出版され、一冊6シリングで販売された。グリム兄弟からの7作品、オーノワ・プジンからの5作品、アラビアン・ナイトからの3作品と、ノルウェーの物語の4作品、その他の情報源の中から、本は広範囲にわたる物語を収集した。赤色の童話集は、 書簡の続編で、第一冊は一万部。1890年のクリスマスに出版された。緑色の童話集の序文でラングは、おそらく最終巻きになるであろうとした。しかし人気は根強く、さらなる続編の話集が要望された。黄色の童話集。第一冊は一万五千部。テキストももいの童話集。灰色の童話集。紫色の童話集。ベ 色の童話集、茶色の童話集、大々色の童話集、草色の童話集、富士色の童話集。2011年現在、日本で容易に入手できる日本語訳書籍を挙げる。東京創原社は1958年から1959年にかけてラング世界童話全集を発刊したが、これが日本における全集の最初の発刊である。 この時に出された12冊は原点の物語を独創的に各色ごとの巻に収録し直したため原点での巻の式名と収録内容が一致していなかった。しかし2008年から東京草原社が出版した12冊は原点の式名通りに物語を収録した。ただし、日本の物語や著名度の高い物語、現在の時代には 受け入れにくい内容の物語は覗かれている。西村敦志志監修、うぶかより子、大井くり子、大塚の子、菊池由美、熊谷純子、小玉敦子、杉田七十、杉本恵美、竹富広子、田中明子、内藤文子、中塚佐秀子、西本香る、宮坂博美 吉市横役東京創芸者が1950年代に発刊した12巻の全集によって各巻に物語を収録しているため、原点での巻の式名と収録内容が一致していない。川端康成、野上明編分け。ありがとうございます。